베이비 버스. 하이, 거꾸 더럽고 시대네. 나대 스베리 타이니 놀이마쇼. 하이, 자리 자리. 우하, 좋다. 미션이 여서봐. そんなの 진짜 面白くないよ. 僕が やるの よく見てろよ. 面白くないぞ。 どうしようかな。 楽しい 滑り台。 滑り台 乗ろ。 かっこよく 滑ろ。 ヒーローみたいに スタッタッタ 降りる。 楽しい 滑り台 スタッタ。 怖い 危ない。 楽しい 滑り台。 滑り台だ。 面白そう。 僕も。 ジョンジョン並ばなくちゃ。 なんで並ばなきゃいけないの。 僕早く遊びたい。 並ぶことないよ。早く滑りたいんだろ。別に並んでもすぐ順番が回ってくる。仲良く順番で遊ぶ方が楽しいよ。並ぶ必要ない。じゃあなんで並ぶ方が楽しいか教えてあげる。 よし、僕並んで待つよ。
うん、僕が先だよ。違うよ、僕が先だぞ。あ、二人とも喧嘩しないで。僕に乗る、に乗るよ。僕だってば。あらあら、どうしたの？先生、僕が先に来たのにピピが。違います、先生。僕が先に着いたんです。キキ、ピピ、滑り台は一つしかありませんよ。二人とも遊びたいときはどうしたらいいかしら。順番に並んで遊んだらどうかしら。そうすればみんなで一緒に遊べるからもっと楽しいでしょ。ピピ、一緒に列に並ぼう。うん。みんな一緒に滑り台に乗りましょう。はい。長い滑り台、どの花みたい。みんなで並ぼう。手すりつかまって一歩ずつゆっくり登ろう。順番待とう、一人ずつ滑ろう。ちゃんと座ってゆっくり滑ろう。楽しい滑り台、長い滑り台、ゾウの花みたい。みんなで並ぼう。手すりにつかまって一歩ずつゆっくり登ろう。順番待とう、一人ずつ滑ろう。ちゃんと座ってゆっくり滑ろう。楽しい滑り台。前のお友達が滑り台からちゃんと降りた後に滑りましょうね。僕が押してあげる。
しっかり座ろう、しっかり手でつかもう、ぐんぐんこぐよ、とっても楽しいブランコ。しっ、小鳥が寝てるよ。僕も見たい。みんなで押してあげるよ。小鳥が目を覚ましたよ。今歌を歌ってる。みんなで聞いてみようよ。わーい、私滑り台に乗りたい。一緒に滑りに行こう。うん、僕も行こう。ナナ、ちょっと待って。ほら見て。滑り台のところにいっぱい並んでるよ。僕たちも並んで待とうよ。うん。みんな順番で遊ぼう。仲良く遊ぼう、お友達と一緒に。滑り台に乗ろう、滑り台に乗ろう、列に並んで順番に滑ろう。公園で遊ぼう、公園で遊ぼう、仲良く遊ぼう、お友達と一緒に。ブランコに乗ろう、ブランコに乗ろう、しっかりつかまってぐんぐんこぐよ。公園で遊ぼう、公園で遊ぼう、仲良く遊ぼう、お友達と一緒に。競争だ。イエーイ。ルラララヤッホー、ルララランズクロー、はいはい、あとタンタン、みんな一緒に砂遊び、やったーやったー。素敵なお城、かゆいにゃん、痛いにゃん、目がかゆい、ダメダメ、こすっちゃ危ない、危ない、こすったらダメよ。汚れたてで目をこすって、対決だ。へへ、望むところだ。スコプーで対決、キキキカンカンカン。ダメだよ、いたずら、危ない、危ない、いたずらしない。スコップでいたずらしたら怪我しちゃうよ。ダメダメ。はいはいはい、あとタンタン、みんな一緒に砂遊び。
投げちゃ危ない、危ない、ぶつけんこしない。砂を投げちゃいけないよ。目や鼻、口に入ったりするでしょ。ダメダメ。じゃあみんなで砂のお城を作ろうよ。いいよ。車に乗ってお城に行こう。僕はキキ。私はミュミュよ。今日から幼稚園が始まるよ。私たちと一緒に行ってみよう。ゲームしたいです。先生、歌いながら踊りましょう。先生、先生、ミミ先生はとても大変そう。先生に変身して助けてあげよう。そうしよう。ベビーバス変身、幼稚園の先生になれ。ちびっこ幼稚園の先生になったよ。皆さん、おはようございます。足をどんどんどん、みんなみんなおいで。何人いるかな、1、2、3、4、5。いない子誰かな。みんなみんな列に並ぼう。1、2、3、4、5。ふう、汽車が発車します。手をパンパンパン、足をダンダンダン。みんなみんなおいで。何人いるかな、1、2、3、4、5。いない子誰かな。みんなみんな列に並ぼう。1、2、3、4、5。ふう、汽車が発車します。幼稚園の先生になって子どもたちと楽しい一日を過ごしました。頑張ってくれたキキとミュウミュウにメダルをあげましょう。大丈夫？先生、僕、お腹の具合が悪いみたいです。お腹が？トイレに行きたい？はい、はい。じゃあ、早く行きなさい。でも、僕、滑り台でも遊びたいです。トイレに行かないと、お腹がずっと痛いままよ。それじゃ、楽しく滑り台を滑れないでしょ。トイレに行ってから遊べばいいわ。トイレ行くの？はたじも。先生、私もトイレ行く。私も。はたじも。はいはい。それじゃあみんな先生と一緒に行きましょう。でも、トイレに行くときはマナーを守ってね。お腹が痛い5匹のワニ、みんなでトイレに行ったよ。列に並んで待とう、守ろうトイレのマナー。
腹が痛いよ2匹のワニ、みんなでトイレに行ったよ、男女のトイレ確認、守ろうトイレのマナー、お腹が痛い3匹のワニ、みんなでトイレに行ったよ、トイレのドアは閉めよ、守ろうトイレのマナー。誰のお尻かな？お腹が痛い2匹のワニ、みんなでトイレに行ったよ、おててはきれいに洗って拭こう、守ろうトイレのマナー。お腹が痛い1匹のワニ、一人でトイレに行ったよ、床が滑るよ気をつけて、守ろうトイレのマナー。トイレに行ってきた5匹のワニ、お腹がすっきり気持ちいい。誰が水流せなかったの？匂いするうんちは流そうね、必ず水は流してね。皆さん、トイレのマナーを守りましょう。トイレが終わったら水を流して手を洗います。